一般的なことで言うとお道具って言われるジャンル、例えばお茶のとこのお茶碗であったり、懸垂であったり、水差しであったり、生け花とかする時の、練習用の花器であったりすることが多いですね。自分がこの形がいいよなと思っててもそうじゃなくってこの形にしてくださいっていう意向を極力聞くように努力してる、個性を消すっていうかもしれんけども、個性的になる必要がないんで、そういう大量生産のお道具っていうのは。こういう釜で焼いたらこんなものがなりますよっていうものをなるべく作るようにはしてるけども、こういう土をここに入れてこうやって焼いたらこういう風になるやろうなっていう予想は立てるけど、あくまでも焼いてくれるのは火が焼いてくれるっていう作品しか作れない。結局釜から離れへんことを考えてる。薪の釜を触って仕事できたらいいなとは思って。